有山とは台湾の海予資源にある有山山脈を中心とする山岳地帯を指す地名で、この一帯が国家風景区になっている。有山からの雲海有山は継承地として有名な地名であるが、特定の一つの山を指す名称ではなく、有山山脈一帯を指す言葉として古くより使われてきた。最高峰は大東山の2663メートル。 面積は約32,700ヘクタールで、そのうち1,400ヘクタールが、有山国家森林遊楽区に指定されており、日の出、夕霞、雲海、鉄道、神木の五大機関が有名である。また、3 2四月には桜が満開となり、桜の名所としても名高い。戦前の日本統治下、1934年に隣接する玉山と共に、 新高浅戸山国立公園として日本の国立公園に指定されていた。アリさんの森林が初めて日本人に発見されたのは1900年のことで、1904年から林学博士である金山河合により調査が始められた。植物は熱帯、団体、温帯の植物が見られる。1800メートル以上になると、 樹齢千年を超える台湾ヒノキが多く自生しており、安国神社の神門や柏原神宮の神門と、外拝殿、東大時代仏殿のたるなど、日本の多くの神社仏閣に、有りさんの台湾ヒノキが使われている。さらに、明治神宮の一代目大鳥居にも使われていたが、1966年7月22日の落雷で破損し、 現在、大宮氷川神社の二の鳥居として移築された。2001年に、中華民国の国家級風景特定区に指定された。現在も、有数の継承地として、多くの観光客が訪れる。地域の歴史については、有山郷の項も参照すること。この一帯には、古くより、原住民族の一つである増ウ族が集落を形成し、暮らしてきた。日本統治時代には、 アリさんのキャンジ、ギジンクレオートリなど、原住民族をテーマにした映画の舞台にもなった。また、戦後、テレサテンが歌って、大ヒットした、アリヤマテキクーニャンは、アリさんを舞台にしており、原住民族の歌曲を取り入れた、歌謡曲として有名である。アリさんの桜アリヤマ山脈を構成する山々は、北から南の順番で以下の通り、 霊、東山、金、和魔んをサロン、さん四、四、東山、角津山、カラス松甲、松山さん松山、正東、三、大東、山前、東山、対、高山、宿さん小笠原、山地中、さん東、水山、北、霞、三、霞、山、慶子山、脈々、三、東の、倉山、田内、山田中、山。ありがとうございます。